この1年も大きな進展はありませんでした。新潟市で開かれた拉致問題の解決を訴える県民集会、横田めぐみさんの弟拓也さんと哲也さんが初めて2人一緒に出席しました。当時姉が拉致された13歳の時、私と弟は9歳のちっちゃい子供の頃です。その9歳の子供の私がその45年後にまだこうして最前線で訴えなくてはいけないというその時間の無誤さというか矛盾というか、そうした整理できない気持ちがいつもあって、1977年11月15日、横田めぐみさんは学校からの帰宅途中、北朝鮮に拉致されました。明日で丸45年となりますが、いまだ帰国を果たせていません。拉致被害者の救出を訴え続けてきた父茂さん、その願いは叶わないまま一昨年息を引き取りました。父茂に誕生日プレゼントとして渡した櫛です。母の大切なものでして、私の大切なものですが、これをやっぱり思いを持ってですね、絶対に負けないという気持ちで常に覚悟をして戦っているつもりであります。哲也さんは最前列の政府関係者に事態の進展を求めました。何としてでもこの日本人を助け出すんだという気概がなければ、やっぱりどんだけ頭のいい官僚や国会議員がいても解決できないと思います。86歳になった母早紀江さん、自宅からリモートで出席し、悲痛な胸の内を明かしました。なんか本当に自分の人生ってこんな何なんだろうっていうか、不可思議な感じと苛立ちと虚しさと、どうして解決していかないんだろうかっていうことが今一番大きな心残りで、だんだん体調が良くなくなってきましたのですから、本当に元気で会えるのかなっていう思いとか、いろんなことが交錯してですね、非常にちょっと苦しい時期に来たなっていう感じでおります。拉致被害者の曽我ひとみさんは一時北朝鮮でめぐみさんと一緒に暮らしていました。一日も早く家族に会いたいよ、一日も早く日本に帰りたいよ、誰か助けに来てという本当に悲痛な声がずっと聞こえてきます。曽我さんと共に拉致された母三好さん、今も行方は分かっていません。来月には91歳の誕生日を迎えます。時間がないのです。私にどうか親孝行をさせてください。本当に今までできなかった小さなことでもいいので親孝行をしたいと心から願っています。政府の関係者はこの日、めぐみさんが拉致された現場を視察しました。国としてですね、やはり多くの拉致被害者の方々をですね、まだ日本にお戻しできてないというようなことに関しては、結果が出せていない、大変申し訳なく思っている次第でございます。一刻も早く一人でも多くの拉致被害者の方々をですね、祖国にお戻しすると。全国の方々の
優しい、とても心のこもった署名がたくさん入っています。よろしくお願いいたします。なんか政治の力がもっとちゃんとしてやってくれたらいいなって思いますけど、もどかしいですよね。もう毎年ここでなんかお話を聞くたびにもう、これなんか浜田さん見ただけでも涙が出てきて、自分たちにはなんか署名っていうなんかちっちゃいものしかできないので、もっと大きいことができない悔しさというか歯がゆさというか。親子はいつ再会できるのか。残された時間は刻一刻と少なくなっています。